尊敬する動画のチャンネルで、はい、大丈夫さん、はい、というところがあるんですけど、うん、そこで、まあ、やっぱり愛情、はい、愛情不足、うん、愛情に飢えている、はい、ですかね、うん、あの規定欠損というワードが出ていたんですね。なんだこれって思うじゃないですか、はい、で調べたところ Google さんに聞いて一番初めのところで出たんですけども、うん、規定欠損とは、うん、ベーシックファウルと、うん、ベーシックファウルのことなんですかね。ベーシックファウルとの日本語訳であり、うん、基本的信頼感の欠如を意味すると、うん、基本的信頼感とはこの人間の根源的な信頼関係であり、赤ちゃんとお母さんみたいな、うん、この愛、はい、うん、損得感情のない愛、うんうんうん、がこの信頼関係がしっかり形成されると、うん、精神的にも情緒的にも安定した状態でいられるんだと、うん、ただその規定欠損というのはこの信頼感がうまく、できてない、うん、というこのせいで世の中とかその他人に対して、うん、この同じように信頼を置くことが難しい、うんうん、言い換えればこの他者に自分の身を預けて安心するっていうことができないと書いてあって、うんうん、まあその大丈夫さんの動画も見たんですけども、うん、やっぱりそういうのがそのナルシシズムとか利己主義っていうのにつながっていくと、うんうんうん、要は愛してほしいとか愛するっていう意味がわからんと、うんうん、欠けてることも分かってないかもしれません、うんうんうん、要はそれをもともと受けたことがない、受けたことがないから、うんうん、っていうのを見てですね、うん、なるほどと、うんうん、僕は規定欠損じゃないな、はい、うん、という感じをしつつ、うん、ただその周りに、うん、その規定欠損であろう人がいた場合に、うん、やっぱりこの最近あの愛に目覚めたんですよね、はい、もう人間って愛しかないじゃないですか、はい、その規定欠損の人ですら、うん、そこにあるのは自分を守るっていう自己愛なんですよね、うん、今うまいこと言った気がしませんか。わかりませんなるほど。でも、うん、愛しかないと思っていても、うん、結局その規定欠損の人は、うん、なんて言うんだろう、他の人から見ると、うん、やっぱり自分勝手に移るので、うん、社会に入った時に、うん、うまくできないとかで、うん、悲しいじゃないですかうまくいってほしいんですよそういうのも、はいはい、で、うん、どうすればいいと思います。どうすればいい。規定欠損の人に、うん、いや違うんだと、うん、正しい愛っていうのがあるのだとすれば、うん、それは、その自己愛を同じように人にも向ける、うん、愛が正しいのでは、うん、それ間違ってないと思いません。まあ、この規定欠損の人は、はい、の定義としてはそもそも分かってないって話ですよね。僕はそう思いました、はいはい、でそもそも分かってないとすると、はい、それを言っても分かんないんじゃないかなとは思うんですよね。ちなみにこの先ほどのページで、うん、メカニズム、うん、要因とあって、うん、さまざまな要因があるは、まあ、一つは両親の慢性的な不和、うん、まあ、喧嘩ですかね、うんうんうん、を見ていた。ああ俺結構見たぞ俺、うん、お母ちゃんが泣いてる姿、うんとか、うん、見ると要は家の中で両親の激しい言い争いに怯え、うん、事態がよくつかめていなくても、うん、何か恐ろしいことが起こるんじゃないか、うんうん、この僕がいる、うん、この何空間、うん、まあ、家庭ですね、うんうん、家庭が崩れるんじゃないか壊れるんじゃないかという恐怖感に何度も襲われると、うん、規定欠損っていうのが起きるんだと。まあ、防衛本能みたいなところですかね。そうですね、うん、でまた別のページを見ると、まあ、この意識と無意識ってあのよく氷山で例えられるじゃないですか、うんうん、で発達心理学者のエリクソンによると、うん、最初は発達課題、うんうん、
0歳から1歳は、うん、基本的信頼の獲得であると、うん、自分への信頼と他者を含む世界への信頼、うん、この基本的な信頼が獲得できるっていうことは、うん、出ました我らが、はい、加藤泰造さん、はい、テレフォン人生相談でおなじみの、はい、が言うところの心の支えがある状態だと、うんうん、でここの時期に獲得に失敗して、うん、不信に陥った状態が、うん、精神科医マイケル・バリントが言う、うん、規定欠損にあたると、うん、でこの規定欠損っていうのは無意識の底で自分を支えてくれているものがないっていう状態のことだと、うんうん、いらない子だ、うん、生きてる価値がない、まあ、要はこう信頼することで、うん、うまくいくわけじゃないですか。特に子供なんていうのはだって生きていけないんだもん。それが信頼しても生きていけない状態だったってことですよね。だから信頼する人を信頼するなんて無駄なこと、はいはい、ともう刷り込まれてる、もう幼少期でずっとそういう感じで、結局その子たち、その人たちは、うん、死なないようにサバイバルするだけで、うん、もういっぱいいっぱいだと、うん、っていう人がこの大人になっていくと、うん、その無意識の不安の中に溺れないように、うん、その地位とかね、うん、お金とか、うん、そういう分かりやすいものにしがみついて、うん、安心材料、はい、そういう名声とかね、うん、お金とかを安心材料にしようとするよと、うん、ただそれってすごい移ろいやすいものじゃないですか。流れ物なんて言うしね、お金は、うん、要は信頼できるものがそれしかないと、うん、結局は不安だからで、ずっとしがみつく、それに掴めるものがそれしかないんじゃないですかっていう。ただまあここで書いてあるのは、うん、ただその規定欠損、要は人って信頼できるものだ、うん、っていうものをギュッて分かり、うん、その規定欠損が解消されれば、うん、なんだ、うん、でこの溺れてたものがね、うん、落ち着いてみると、うん、そこがあるじゃん、足つくじゃん、うん、っていう状態になるって書いてあるんですね、うんうん、さあどうすればいいんですかね。それはもう愛情しかないんじゃないですか。で、うん、私が思うのは、うん、前もやったじゃないですか、うん、愛っていうのは、うん、技術だと、うん、与えるものだと、この自分から与えてみないって、その、はい、愛が必要だと思ってる人は、はい、やるんですよ多分、はい、この人たちは愛必要だと思ってない人たちですから、与えろって言われてもそんなの与えたくないわけじゃないですか。なのでやっぱ先に抱きしめないといけないわけですね。抱きしめてくれる人が、人の温かさを教えてくれる人が必要なんじゃないですかっていう。アニメとか映画でもありますよね、うんうん、なんかその聞き分けない子をキュって傷つきながら抱きしめると、うんうん、その子が人間になっていくみたいな、そうそう、多分そんな感じなんじゃないですかねっていう。あ、僕あれを見て思ったの、はい、メイドインアビス。あ、メイドインアビス、はい、はい、要はあの、うん、あんだけ暴れてた子も、うんうんうん、結局はなんか最終的にはなんか、うん、仲間になりましたもんね、はいはい、その子もそうですよね、規定欠損の子ですよね。まあ規定欠損アビスの子って、うんうん、アビスの、うんうん、第何話って言えばいいのかな、ちょうど今一番新しいやつ、はい、シーズン3かな、うん、はい、がとてもえぐい話ですけど、うん、子供が生まれ続ける、うん、その子を他の人たちが食べてた、うん、ことに怒り狂い、うん、その人たちを殺してしまった、うん、子が愛を知る話ですよね、うんうん、メイドインアビスのシーズン3って、はい、っていうえぐい話なんですけど、うん、結局はそっか、あれも自分からじゃなくて、うん、周りからでしたもんね。その愛って、まあ、愛が重要だって思ってる人は、はい、その技術を磨くことはできると思うんですよ、はい、この人たちはその愛なんて今まで受けたことがない、はい、愛が役に立ったことなんか何一つないみたいな人ですよね。だからこうお金とかそういうところにしがみつこうとするみたいな、生きていくのはそこしかないみたいな。枝ゆりさん、ごきげんよう。多分ね、はじめまして、こんばんは、ごきげんよう。途中まで一緒だなと思って聞いてたと。はい、規定欠損だとご自覚されてるんですかね。あ、自分と一緒だなとと聞いていたが、うんうん、目に見えるものにこうやってグッて
つこうとするのは違うかなってなりましたと、うん、まあ人以外のもの、まあ、ただ結局そうなんでしょうね、うん、人以外のものにおとなしくなるのが学習性無力感からだと厄介かなとは。おとなしくなるのが学習性無力感、うん、なんかいろんな言葉がありますねまあなんとなくの感じでしかつかめないですけどね。はい、あ、もうすごい、学習性無力感とはっていうのが出てきますね、うん、長期にわたってストレス回避に困難な環境に置かれた人や動物は、うん、その状況から逃れようとする努力すら行わなくなるという現象であると、うんうん、なるほど、うん、あの象ですね、あの鉄の輪に縛り付けられ続けた象は、はい、それがパカーンって外れても、うん、そこから動こうとしないみたいな。それとは違う気がします、ね、嘘ん違うの。それはあのなんか固定観念みたいな話ですよね。これも違うんですかね。ここは動けないもんだっていう、はい、これはもうなんか無気力になるって話になります。なぜ罰せられるのかわからない、つまり排他的非ごめんなさいね非、うん、随伴的な刺激が与えられる環境によって、うん、何をやっても無駄だという認知を形成した場合に、うん、学習に基づく無力感が生じうつ病に似た症状を呈すると、うん、なるほどごめんなさいね僕、はいはい、今日、うん、あのなんかコメントでね、あるコメントで、はい、うん、ソシオニクスの動画を見て、はい、うん、僕のタイプが、うん、IEE だよと、うん、で体調が SLI だよみたいなのが、うんうん、コメントで入ってですね、うん、この IEE っていうのを調べたところ、うん、どうやら長続きしないらしいんですね、はい、全てのことが、はいはい、僕もなんかね落ち込むんですけど、うん、あまり長続きしないんですよね、うんうん、であ今何が言いたかったかというと、うん、このなんか無力感とかって、うん、僕もなんか読むと分かるなとは思うんですよ、うん、ただなんかそのずっとそこにいると飽きるんですよね、うん、落ち込んだままこのでもこの人たちは、はい、もうすごいストレスをかけさせられた状態ってことですよね。なるほど、うん、強いストレスを上からガンとかけられて、はい、それが元で無気力になった人、はいはい、とただのやる気がない人は違うんじゃないですかっていう。おストレス、うんうんうん、あ、じゃあ、うん、あストレス違う今ね。あ、だからだとすると結局、うん、並んでるとこ一緒じゃんって思ったんですよ同じ無力感じゃんって、うん、まあ同じ無力感で、まあストレスの強度じゃないですか。うん、もう何をやっても無駄だ、やっても無駄だよって俺無駄だったもんって今思っちゃったんですけど、うんうん、だからもうやらないって話じゃないですか。何をやっても無駄だからもうや何もしないっていうところまでストレスがかかった状態っていう話ですよね、うん、でもやってきて、うん、結局何も変わんなかったなって無力感に今いるわけじゃないですか。はい、やってきてやったつもりでいてうん、うん、今なんか何やっても無駄だなって何の動画上げても全然上がらねえやって。それは象と一緒じゃないですか僕は象なんだ。象、先ほどの規定欠損の人は、うん、学習性無力感は近い、なんかストレス、体調とは、体調の中ではそれは違う、象とこれは。なるほど、そうなんですね。これは象のは、うん、こっから動けないなっていう学習をしただけって感じですよね。はい、でも足痛かったですよ結構、うん、痛い痛い足、あ、だからこれ以上行くと痛い思いをするからこれ以上は行かないって話じゃないですか。はい、でこの学習性無力感はもう何もしたくないって話ですよね。もう何をしても無駄、ね、だからここ鎖でつながれて、はい、鎖の範囲は自由ですもん。あ、うん、動いてる動いてるこれ以上避けはいけない。ごめんなさい、じゃあ僕ちょっと共感できてませんでしたね。すいませんでした、はい、僕はあれです、なるほど、理屈で理解しただけです。いらない子って思ってたことはありますね、うん、無気力になる、だから目に見えるものに飛びつくしかないのかなと、うん、だから頼れるものがまあ人それぞれ、うん、お金とかっていう人もいれば、はい、なんかこう絵を描くとかって没頭する人もいればみたいな。なるほど、ゆりさんはね、学生時代に IQ が68と低いことを教師に告げられたことで
専門家に見てもらったら学習性無力感で判断されたことなら、僕 IQ 測ったことないんですけどね、怖くてIQ ってなんか測りませんでした？測った覚えないですよ。でなんかその、うん、昔古舘一郎が、はい、なんか全国 IQ テストみたいなのをテレビでやってたんですよ、はいはいはい、で100が普通だとかで、うん、で僕頭がいいと思ってたんで、はい、やり始めて、うん、なんか100を切りそうな感じだったので、はい、途中でやめました見るのをやめたんですね。はいはい、なんか僕も全然高くないですっていうのは、今僕寄り添ったつもりなんですけど寄り添ってないですよね。これ多分、うん、無気力だから IQ が下がったって話ですよね、はい、ああそう、ああなるほどね、全力を出してないって話じゃないですか。